皆さんこんにちは。上手なプレゼンの方法はありませんか、というふうな質問をいただきました。大切なポイントといたしましては、一番最初が重要だということを今までもお話しさせていただきました。上級編といたしまして、これからお話を始めたいと思いますということは言わない、これを意識するだけでかなり良くなります。その理由申し上げます。理由は2つあります。一つ目です。あまりにも当たり前のことだからです。プレゼンをこれから始めたいと思います。もう始まってますよね。それをあえて言う意味が全くないからです。聞いてくださる方にとっては、最初にスイッチが入るかどうか、どういうスタンスで臨むかどうかという勝負の時間帯に、意味のない言葉は言わない方がいいです。二つ目の理由は行動経済学的な理由です。一番最初に受けた印象がその後の判断に影響される、プライミング効果というものです。始めたいと思います、 100% 始まるものに対して思いますだなんてスイッチを相手に無意識のうちに入れてしまったらどうなるでしょうか。これから先あなたがそう思いますとか喋っていた自分の考えに対しまして、ひょっとしたら相手は100% のことなんだなというふうに受け取ってしまう可能性があります。ズレが生じてしまうというリスクが生まれます。あくまでもリスクの話ですけども、でもそのリスクを避けてプレゼンの出だしをスムーズにするためにも、これからお話を始めたいと思います。これは使わない方がいいです。どうしても使いたいのであれば、これからプレゼンを始めますの方がずっといいですね。私のお話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。